アスロブは、オーストラリア陸軍で1990年代より、配備、運用されている88輪駆動の、総輪走行車シリーズの故障である。スイスの模ク車製、ピラーニアイ総輪走行車シリーズを元に開発され、ジェネラルダイナミクスランドシステムズカナダが製造している。1990年に、新型総輪走行車の取得を目的とした、アスロブプログラムに基づき、 オーストラリア陸軍第二機兵連隊がアメリカ海兵隊から15両のラブ -25 をレンタルしオーストラリア国内で運用試験を行った。目的はオーストラリアの国土でこの送輪装甲車が問題なく運用できるかの確認とオーストラリア軍で使用する場合に必要な回収箇所の確認であった。1992年にアスロブプログラムがフェーズ2に移行し、 オーストラリア政府の防衛装備調達部門は113両のオーストラリア軍向けラブアスロブの発注を開始した。1992年から94年にかけて、ジェネラルダイナミクスでの開発、回収作業が行われ、1995年から生産が開始された。1997年にオーストラリア陸軍第二機兵連隊へのアスロブの部隊配備が完了した。 アスロブプログラムのフェーズ3では、さらに144両が追加発注された。フェーズ3の車両は、レーザーレンジファインダー、赤外線暗視装置の更新、サスペンション強化などの改修が行われている。これらの車両は、砲塔の製造や組み立てなど、一部の生産プロセスが、オーストラリア国内のジェネラルダイナミクスランドシステムズ、オーストラリアで行われた。これらの車両は、 訓練部隊と第2機兵連隊に配備され、フェーズ2で調達された車両は、フェーズ3相当へのアップグレードが施された上で、ブリスベンの第2イコール14軽機兵連隊に移管され、こちらで運用されるようになった。アスロブは2003年のイラク戦争後のイラクに派遣された。また、アフガニスタンのイサフ派遣部隊でも、ブッシュマスター IMV と共に派遣され、運用されている。 これら海外派遣車両の中には、砲塔周囲にスラットアーマーを追加装備した車両も見られた。2015年2月時点で、オーストラリア陸軍は253両のアスロブを配備運用している。同じ月、オーストラリア国防省はアスロブの更新計画を発表した。予算約8億 US ドルで225両の装甲車両の調達を計画しており、 アスロブの運用が終了する予定の2021年頃に向け計画が進められる予定である。ありがとうございます。